10年ぶりにベトナムをアフ・スズキカップ決勝へ導いたパク・ハンソ監督がアウェイで行う第一戦を控えて、強い自信を示した。ベトナムは11日午後9時45分、マレーシア・クアラルンプールのブキット・ジャリル国立競技場で、マレーシアと2018・スズキカップ決勝第一戦を行う。第二戦は来る15日、ベトナムで行われる。 2014年、ひとし優勝だったマレーシアは4年ぶりに進出した決勝戦で優勝を狙っている。ホームで行われる第1 0 9万のチケットは完売した。ベトナムは熱狂的なマレーシアファンの圧迫に耐えなければならない。しかし、パク監督は平然としていた。パク半ソ監督は去る10日、公式記者会見で、 ベトナムの選手たちは有望で、こうしたビッグマッチを乗り越える能力が10分あると述べ、マレーシアの観客動員負担を10分に克服できると確信した。続いてパク監督は、ベトナム選手たちは大きな競技場で多くの圧迫を受けながらプレーすることに慣れている。 私はただベトナム選手たちが平時を心を保つように助言することしかないと選手に対する信頼を示した。一方、ベトナムは優勝した2008年以来、10年ぶりに鈴木カップ決勝に進み、2度目の大会優勝に挑戦する。